エッシャースハウゼンは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、ホルツミンデン郡北部に位置する小都市である。ザムトゲマインでエッシャースハウゼンしたトールデンドルフを構成する市町村の一つである。480メートルまで程度の高さの森に覆われた中低山地、イート山地、ヒルス山地、ホムブルクの森、エルファス山地がエッシャースハウゼンを取り囲んでいる。 この町は、ベーザーベルクラントの中央部にある。魚の豊かなレネ川や飲み水の水源が多い、ヘレンボルンやベンボルンによって公的な立地が生まれた。地域は、北西は、ホルツン、南東はレネ、南は、シュタトールデンドルフ、南西は、ホーレンベルク、西は、キルヒブラーク、北西は、デューアーディスセンと境を接する。このうち、ホルン、 リューアーディッセン、レネとシュタットオルデンドルフは、ザムトゲマインデエッシャーイコールシュタットオルデンドルフに、ホーレンベルクは、ザムトゲマインデベーベルーンに、キルヒブラークは、ザムトゲマインデボーデンベルダーポレに属していた。エッシャースハウゼンと境を接する、町村はすべてホルツミンデン群に属す。中核地区のほか、シャルフォルデンドルフ地区とビッケンゼン地区が、エッシャースハウゼン市に属している。 この集落は、古い軍用道路、ケルン、ヘクスター・ブラウンシュバイク線と、ハーメルン、アインベック線との交差点に成立した。古い研究によれば、最初の文献上の記録は偽造された、コルバイ修道院のリージェストラム・サラコニスに870年から880年の間になされている。最初の確かな記録は、1054年に、 ビンカーナフェルトにある村アスコージャー社村として記述されているものである。しかし、集落の成立はそれよりも明らかに古く、8世紀のザクセン戦争の時代であるとする説が有力である。これは人物の名前にハウセン、フセンという語尾をつける命名法から推定される。1100年頃、ヒルデスハイム司教ウードが、 オランダ人やフラマン人の新しい入植者を募り、ベーザーベルクラントやラインレベルクラントの未開の森林に入植させた。入植者の権利はエッシャースハウゼン協定に明記されている。ヘーガー・レヒトを伴う、このヘーガー入植政策は成功を収め、やや形を変えたヘーガー・風ー入植地は、ほぼ全てが衰退した。現在のエッシャースハウゼン地域には、 ヘーガー集落が一つだけ残されている。ただしこの集落はすでに、かつてのヘーガー集落型農場の原型を止めてはいない。また、ハインリヒスハーゲンは、ハーゲンの名を有しているが、ヘーガー型集落ではない。この名前はおそらく、ウォルドヘイガンに由来するものである。1409年のホムブルク家断絶により、エッシャースハウゼンは、ブラウンシュバイク公領となった。その後、 1806年から1813年のフランス統治時代を除き1941年までエッシャースハウゼンは終始ブラウンシュバイク公領に泊まった。ブラウンシュバイク公は1742年にレネ川に石造りのアーチ橋を架けた。これは洪水時にも郵便路を確保するために計画されたものであった。エッシャースハウゼンは1833年に 都市権を得た。この頃の人口は1145人であった。フォアボールイコールエンマ鉄道会社の鉄道路線建設に伴い、1900年にこの町に駅が建設された。ブラウンシュバイク州とプロイセン王国との間の領土交換により、1941年にエッシャースハウゼンはプロイセン王国派のオファーカンクのホルツミンデン軍に属すこととなった。 これにより500年以上にわたったブラウン・シュバイク・領、お及び同州への帰属は集結した。1946年、ホルツミンデン軍は新しいハノーファー州の一部となり、さらに同じ年に成立したニーダーザク戦州に属すこととなった。第二次世界大戦中は1944年1月1日から1945年4月3日まで2000人の 強制労働従事者を収容するブーヘンバルと強制収容所の文書があった。彼らはホルゼンの地下工場で軍事品の生産に従事した。1945年4月初め、ブーヘンバルと強制収容所の収容者らは解放された。エッシャースハウゼンの市長は2016年からヘルマン・グルーペが務めている。エッシャースハウゼンの市議会は15議席からなる。 赤字。金文字 E の上に向かって左向きに歩く青い爪としたおもつ金の獅子。最も古い紋章は1500年頃のものである。エッシャースハウゼンの紋章に描かれている獅子はブラウンシュバイク公の紋章あるいはホムブルク家の紋章かのいずれかを示している。E はエッシャースハウゼンの頭文字である。17世紀の紋章には E の文字はなく、 冠をいただいた獅子だけが描かれていた。20世紀に紋章は改訂され、ブラウンシュバイク校にちなんだ赤、金、青の配色が採用された。死の色は赤と金である。エッシャースハウゼンの文化財と見どころを列記する。エッシャースハウゼン周辺のその他の文化財と見どころには以下のものがある。ビルヘルム・ラーベンの肖像、ありがとうございます。